フェンダーカスタムショップの1959ストラトヘビーレリックをご紹介いたします。こちらのカスタムショップの1959ストラトと名付けられたこちらのギターですけれども、1959年と60年のスタイル、これを融合させたというか、その過渡期にですね現れたスペックを再現したレアなモデルになります。1959年にですね大きなストラトの変換点としまして、このローズウッド指板、これが貼られるわけなんですけれども、翌年の1960年になるとですねこのピックガードが3プライになっていくわけですね。ところがこれはですねその過渡期の仕様ということで、ローズ指板でありながら白の1プライのピックガードがついているというレアスペックのものを再現したモデルになります。この60年スタイルのピックガードですと3プライで11点止めということになるんですが、これは当時のですねまだ在庫があったんでしょうかね、1プライのまま11点止めで作られています。3トーン3バーストはこちらの60年スタイルになりますが、ややちょっと薄い感じですかね、ちょっと赤の出方もちょっと違うようなことが起きていますけれども、こちらも再現したものかと思われます。こちらの60年スタイルのネックですけれども、こちらはですねスラブボードローズウッドを平らに貼ってあるという指板になります。このスラブボードという貼り方ですけれども、中音域とかですね音の押し出し感が違うということもありまして、ヴィンテージマニアのところでは水煙の的となっている指板の仕様になります。ネックはローズウッドを貼ったメイプルワンピース、こちらもメイプルリフトソウンと言いましてですね、大井正目のところいいところを取って作られています。指板は 9.5R、こちらも本当はもうちょっとR がきついギターなんですけれども 9.5R ということで、現代風な演奏にマッチするように、やや平らめなラウンドがついたフィンガーボードになります。フレットはですねジャンボタイプの6100タイプのものが打たれておりまして、こちらも現代風の演奏に適したものになっております。ネックのグリップは60年スタイルのオーバル C ということで、これフェンダーの王道ですね、非常にグリップ感の素直な馴染みやすいグリップになります。ネックの方はですねヘビーレリックということで、こちらかなり削りがありますが、もうほとんどスベスベしてますね、もう本当にどこも引っかかるようなところがないような、本当に演奏しやすいグリップになります。ピックアップ、こちらはハンドワイヤリングによりますストラトのテキサススペシャル、こちらが3機ですね、ややハイパワーの輪郭のはっきりしたピックアップになります。コントロールは5ウェイですね、おなじみのネック側、センター、それからブリッジ側、それぞれのハーフトーンがここで出るようになっています。ボリュームとトーンコントロールですが、こちらはマスターボリューム、こちらのトーンはネック側とセンターのトーン、これはブリッジ側のトーンコントロールになります。それではネック側のピックアップから音を聞いてみましょう。センターピックアップです。そして、ブリッジ側のピックアップになります。それではネックとセンターのハーフトーンも聞いてみましょうかね。そしてセンターピックアップとブリッジ側のハーフトーンを聞いてみましょう。
何回も出てきますフェンダーカスタムショップのストラトキャスターですけれども、今回のニューガム非常に弾きやすいですね。王道のストラトキャスターになります。全体の重量 3.46kg ということなんで、こちらもど真ん中で扱いやすい重量になります。ぜひ一度お試しください。